はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。タイトル、はい、ガチャで冒険ブルース・リーを手に入れましたね。いいですね。はい、見てください。このようにですね、壁紙を変えることでトロピカルージュな感じになってますね。何かご用でしょうか。いいんじゃないでしょうか。で、初の G1 もチャンピオンズカップで成し遂げました。今10戦8勝ですね。 G2 とか地味なとこばっかり行ってますが、そろそろ大きなところを狙えればなと思います。オペラ王の壁がとにかくでかすぎましたからね。大阪杯でそれを感じました。当分は吉富騎士に乗ってもらおうかな。ローテ見てみましょう。1月を1周です。ということなので、川崎記念かな。距離も2100、ちょうどいい場所になります。この状態で放牧から戻ってきて。そういえば。ビールですね。いい感じですね。笠木の後は WBC 行くかもしれないですね。そういえば、とりあえず日経新秀杯もいいけど、朝記念できます。藤田よしとみさんですね。何かご用でしょうか。いい感じですね。人参嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今週は調子が落ちてしまった。いや、そんなものいらないから、調子を上げたい。とにかく元気いっぱいです。調子良くなった。大根ですね。0キロで大根、これですよ。いい感じですね。何かご用でしょうか。行きましょう、川崎記念。メンバーですね。どんなメンバーなんだ。タイムパラボックス、シーキングザダイヤ。勝ちたいですね。スタートも勝負根性も SS。 瞬発力はまだ分かっておりません。1.1 番、ダントツの1番人気、グリグリ。投票受付を開始します。勝った長母。ということで、タイムパラドックスですね。風呂入ってくるということで、タイムパラドックスですね、丸がついてるのは。あと、宇都宮道場だ。こういう時、シーキングザダイヤ、要注意ですよ。も買っときましょうかね。
と、まあ、タイムパラドックスが 8.9 倍なんで、単勝も買っときましょう。スピードオーダー6番人気か。じゃあ副賞買ってもいいんじゃないかな。ということで、いろいろ馬券を買いました。馬券も当たってほしいですね。川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭9頭がスタートの瞬間を待っています。ゲートが開いて飛び出した9頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。3番ワイワイルシエロが先手を取りました。その外からは7番カタノ日没、着きましたね、カタノ日没。2番ボエレトレーター、そして4番手に同心ブリザードであります。6番クリゲの馬体タイムパラドックスであります。5番ノボトゥルー、そのうちからはシーキングザダイヤ、それからダンツフレーム、一番後ろに8番ウツミジョーダン。もう一度前から整理してみましょうか。今日も勝利をつかむか、肩の日没と柴田騎手、これを追って3番ダイワエルシエロであります。そのうちに2番ボエレトレジャー、差が開いて9番同心ブリザードタイムパラドックス、外から1頭5番ノボトゥルー、そして内からはシーキングザダイヤ、ダンツフレームがその後ろ、新割から8番内海冗談であります。前でありますが、前7番肩の日没がレースを引っ張るようになりました。そしてその後ろから3番ダイワイルシエロ、内から1頭2番ボエレトレジャー、ちょっと離されまして9番同心ブリザード、その後ろ3馬身くらいあってタイムパラドックス、外を通りまして5番ノボトゥルー、内を通ってシーキングザダイヤ、その外にダンツフレーム、そしてしんがりから8番ウツミジョーダンという展開です。さあ、いよいよ直線粘れるか、肩の日没を粘れるしよう。さあ、来ているのはタイムパラドックスだ、やっぱり強い。完全に抜けた、外を通ってタイムパラドックスか、タイムパラドックスが捉えるか、一着タイムパラドックス。ああ、捉えた。勝ったのは6番タイムパラドックスだ。いけません、これは捉えられてしまいました。いまいちだったようです。距離がだ、距離ってそうなんだ。6番距離特性ってあるんだな。7番3着4番以上のように確定しました。あんまり美味しくない。シーキングザダイヤは3着だったけどな、 2.8 倍しかつかないんだ。レースを終えた馬が戻ってきました。馬券を的中させるもコインを取るヒントになるんで、どんどん取っていきましょう。いい感じですね。チーズ、何かご用でしょうか。取るまで待とう。ワールドカップとか面白そうだな。このメンツでどれぐらいやれるんだろう。5周前入ると486キロになります。大阪杯ちょっとメンツが落ちるな。大阪杯行ってみますか。大阪杯の3週前、金庫賞ですね。
ご存知ですか？ほい、10周。いや、別に。気合十分ですね。嬉しそうですね。あ、逆だ。反対だ。間違えた。これは大味噌をやってしまいました。ご存知ですか？ゲートもありますね。まずまずでしょうか。いい感じですね。ウィンにバタジュ、何かご用でしょうか？回復させます。来週ですね。ドバイはおすすめはシーマークラシックとターフ。若飯どんなメンツなんだ。一方大阪杯はサンライズ、まあ十分強いとは思うんですけどね。ご存知ですか？気象と男子もこれ以上やることってないもんな。気合十分ですね。今3月の5週か。中促進もそれしなくてもいいけどな。嬉しそうですね。どうする、ドバイ出すか大阪杯出すか。まあ大阪杯かな。しかし俺はドバイ出したい。行きましょう。好きなジョッキーが乗ってくれる。何かご用でしょうか。平常時間2キロ重い状態ではありますが、2.6 倍一番人気。しかも3つ20枚はついてます。他アルカーデムやアレクサンダーゴールドランあたりが有力馬っていうとこですね。果たして距離は歓迎です。さあドバイターフです。片尾日没は5番、黄色の帽子です。どんな競馬になるんでしょうか。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。セイハリがかわしていきました。4番ムーンバトル、外から行こうというところ。それから12番ベルブストローム、ウィエリーがそのうちにいます。片野日没、それからサイゾーンゴールド、1番シャキス、外から1頭7番メジャーズキャスト、その後ろでやりましょうか。アレクサンダーゴールドラン、それからもう1頭11番アルカーデム、内を通りまして8番ライトアプローチ、そしてしんがりから6番プリンスカークという展開です。もう一度先頭から行きますと、先頭を行くセイハリ、ハンバシンリード、外を通って4番ムーンバズル、ちょっと離れて12番エルブストロームでやります。中断ですね。内を通って3番ウィーリー、1番人気の5番片野日没、柴田騎手、どのあたりで動くんでしょうか。その外からは10番サイトンゴールド、内から1頭シャキス、アレクサンダーゴールドランがその後ろ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、片野日没、直線の伸び足はどうか。先頭スプルト、セイハリ懸命に手を動かして、ルメールとウィーリー、でもここから動き出しました。怖い馬が来た、外は何だ、外から1頭片野日没、先頭柴田と片野日没、さあ詰まらない。ゴールドラン届く
さん。が来ている。1着5番パタの日没。G1 2勝目獲得賞金は1万7000枚突破。賞金を積み重ねることに成功しました。来ました。トバイタフ選択正解。5番、2着、9番、3着、8番以上のように確定。旧車レベルを80にアップ。いろいろ美味しい結果になりました。やりました。7周ですね。いいですね。2800万円、驚異的線が伸びた。メロン。いい感じですね。これ何かご用でしょうか。休憩室よくやりました。片の日没。川崎記念こそ2着でしたが、ドバイスターフを、制することができました。G2 番長だったんですけどね。これで G1 2勝目立派に勝たれます。まあでもレオンを外してないのは本当に優秀だよな。残り7周か。気がつけばやっぱりねえ、120周から60周だったっけな、50周だったかな、なったのは短いですね。宝塚とか出したいですけどね、このペースでいったら。安田宝塚、ご存知ですかぐらいでしょ、この馬の出番っていったら。まあ、帝王賞という手もありますね。帝王賞は昨年勝てなかったレースです。だってどうせ安田が浅草でええんか。どうせ宝塚出しても、あ、いや、そうか、オペラ王も名称堂々も消えるんだ。じゃあ6月2週まで早送りすれば8キロ増えるでしょ。8キロってことは490キロなんですよね。そんな多くはない。農園で収穫できます。情熱のっていうか、なんか食べ物かな。電動馬です。ご覧の通りですね。1万7000枚ってなかなか、優秀なんじゃないでしょうかね。このメンバーの中では。こういろんな馬が出ていました。芝に合う馬ばっかりですね。あと客室が結構前に行くも多いんですね。
こんなこともできるのか、そういうことか。地波厩舎の初期見るとどうなんだろう。やっぱり特定の厩舎は飼ってたくさん飼ってるのかって言ったらそうでもない。結構いろんな厩舎は飼ってるんで大激戦ですね。投票受付を開始します。こういうふうに印は割れておりまして、すごいね、40万枚とか。決勝戦レベルは違うってことだ。さあ決着の時、この最終戦で雌雄が決します。栄冠をつかむのは果たしてどの馬でありましょうか。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、まず大方の予想通りと言いましょうか、フライシップが先頭です。ユリエッジ、サム、そのうちに2番キッズホークボボ、そして5番手にミハ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 マークオンミー、雪丸バートラムがそのうちにいます。そして外からは12番リネサキュバス。これが一番人気のストーリア。見ない機種、この手応えはどうか。ちょっと離されまして、ね、9番トンヌラコメット、内から1頭セヒルバローナ、しんがりから爆弾であります。爆弾、もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。フライシップがかなりリード、この辺りちょっと離れているユリエッジ、そしてその後ろから11番サム、そのうちからは2番キッズホークボボ。海の世界に別れを告げて地上の世界へと戻ってまいります。3番ミハ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 マークオンミーリネサキョガスがその後ろ、それからもう1頭雪丸バートラム、8番ストーリア、徐々に差を詰めます。さあスタンドからは大歓声、いやー日本中から大歓声だ。お逃げになってますね。さあ先頭はライシップが頑張っている、一番内ライシップが頑張っている、ライシップが抜け出した。ストーリアが3番手ユリエッジ順命に追う。さあこの場は逃げ切ってしまうのか。ミハ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 ものすごい足、間から懸命にミハ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 、これは激しいレースになりました。内からスルスルとミハ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 、先頭見ないとストーリア、1着ストーリア。なるほど、こうなってたのか。すごい。1分57秒7。8番、2着、3番、3着、タイムはまあそんなに速いとは思わないけど。確定しました。優秀ですね。刹那とかなんだ、この豪追とか波動とか。闘魂とか。そういえば、寝袋をゲットです。ご存知ですか。は
はい、ということで加藤道場関西は残念でした。ドバイターフは勝つことができました、引退まであとそんなに時間もないんで、地蔵宝塚記念から頑張っていきたいと思います。6週なんでこれ取ったらね、WBC かな、頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。スターホースポケットのこれまで遊んだ動画ですね、プレイリストに説明欄載せております。ぜひご覧ください。説明欄にはブログ、ツイッターもアドレス表示しております。ライブ配信やっております。ツイッターライブ配信のお知らせも兼ねてますので、ぜひフォローお願いします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。何かご用でしょうか？